福寿草様へ夕日のきれいな山の上に行きます。福寿草？夕日のきれいな山？兄さん、なんか心当たりはないの？5年前のイスラエル旅行だろ。覚えてないわけ？もしかして夕日のきれいな山ってオリーブ山のことじゃないですか？ともきさん、昔のイスラエル旅行、オリーブ山で夕日を見たんですね。今ガイドブック見てしっかり思い出したよ。確かここから夕日を見たはずだけど。本当かな。運転手さん、もっと急いで。ともきさん、日本語通じませんよ。ところで兄さん、お姉ちゃんと一体何があったのよ。それがよくわからないんだよ、さきちゃん。結婚して5年になるけど、いつの間にかのりこがちょっとしたことにも怒るようになって。でも本当に思い当たることは何もないよ。毎年記念日には贈り物も送っていたし。そうだ、確かにここだったよ。ここで俺はのりこにプロポーズを。え？のりこさん。え？どうしたの？綺麗だな。そうね、プロポーズできなかったんだ。なんじゃそりゃ。でもお姉ちゃんここにはいないみたいね。さきさん、この辺は観光客が訪れるスポットが他にもいくつかありますよ。え、そうなの？もしかしたらそっちの方に。それは早速行ってみましょう。さきさん、ここオリーブ山はダビデ王の時代からユダヤ人の墓地として使われているんです。え、墓地ってお墓のことよね。はい、ダビデ王自身のお墓もこの近くにありますし、さらにはあのイエス・キリストとも大変ゆかりが深い場所なんです。キリストってあの？はい、ゴルゴダの丘で十字架にかけられたキリストが復活を遂げた後、この山の頂上で昇天したと言われているんです。へえ、すごい場所なのね。あの有名な最後の晩餐が行われた場所もこの山の近くにあるんですよ。嘆きの壁から最後の晩餐の部屋まで、ほんと贅沢な観光だったわ。さきちゃん、のりこを探す気があるんだろうね。何言ってるのよ、当たり前でしょ。しかしどうやら、ここにはいないみたいね。ギヴェレット、アロGברת סליחה, תראי לי בבקשה את הכרטיס שלך. איפה הכרטיס שלך? איפה הכרטיס שלך? איפה הכרטיס שלך? איפה הכרטיס トラムでは降車するとき切符が回収されないから、車内の機械で刻印しなければいけないんですよ。まあ旅行者には分かりにくいシステムですよね。日本の方ですか？ねえねえ、イタイ、なんで帰りはタクシー使わないの？今日は金曜日。イスラエルでは日没から安息日が始まるんですよ。安息日？
というわけで、徒歩で町まで向かいましょう。そういうことか。いやー、今日は楽しかった。久々に日本の方と会えて、楽しい話ができたんですから。あ、すみませんでした。食事までごちそうになってしまって。いいんですよ、お父さんたら。あなたみたいな若くて綺麗な子と話せてあんなにご満悦なんだから。そんな。ところでのりこさんは旅行ということだが、この後はどこへ行くんだい？え、そうですね、あまり決まっていませんが、南の方に行こうかと思っています。おお、それはいい。母さん。ええ、そうね。のりこさん、よかったら私たちと鬼仏に行ってみませんかな？え？鬼仏？その地は私たち夫婦の思い出の地なんですよ。あ、わー、綺麗な衣装。お写真お願いしてもいいかな？あ、ダメです、サキさん。安息日中は写真撮影も労働ということになるので、やってはいけないんです。え、そうなの？はぁ、本当にお店のシャッター閉まってる。レストランもやってないじゃない。お腹空いてんのに。っていうか、私お姉ちゃんと泊まってたホテルチェックアウトしたんだった。新しいホテルチェックインしてないし。あ、俺も。どうすればいいのよ。サキさん、よかったら僕の家に来ませんか？ここから結構近いんですよ。え、ちょっとそれはまずいわよ。こう見えても私は年頃の女の子なんだから、男性一人の家に泊まるなんて。それに今日出会ったばっかりで。あの、実家で両親も住んでますけど。そうなの。ちょっと、それを早く言ってよ。びっくりしちゃうじゃない。まんざらでもなさそうだったけど。今晩一晩お世話になります。どうもすみません。いやー、しかしすごく助かったよ、イタイ君。のりこのメールで慌てて飛び出してきたから、何の準備もせずに来ちゃったからね。サクちゃんたちに会ってなかったらどうなっていたことか。いいんですよ、僕も日本人の方とたくさん話せてよかったです。うわー、嬉しいこと言ってくれるな。ところで兄さん、これからどうするの？もうお姉ちゃんの行く場所に心当たりがないんじゃ。そうなんだよな。まあ、とりあえず昔旅行で行った場所を回ってみようかと思うんだけど。行き先の名前ちゃんと覚えてんでしょうね。これだもんな。のりこからメールが来た。シクラメン様へ、南の方に行ってみようと思います。南の方ってえらく漠然としてない？もうお姉ちゃん、いい加減振り回すのはやめてよね。というわけで、次回は南の方に行くことになりそうです。